岐阜県立岐阜北高等学校は、岐阜県岐阜市、のりたけ清水にある公立高等学校。通称は、北高屋、岐阜北。50分授業が行われており、授業時間確保のために1日7次元授業が週3回行う。2学期制を採用している。ほぼ毎月、中間講座、期末講座、実力講座などの講座が行われる。アメリカの姉妹校と、 ホームステイや相互訪問を通じた国際交流が行う。9月には北高祭りと呼ばれる学校祭が行われ、文化祭と体育祭が催される。第2学年は修学旅行の際、沖縄本島、与論島を訪問し、第1学年は高山遠足、第3学年は京都遠足をいずれも前期に行う。金から望む全岐阜県では、 平成30年度の県立高校入試から学区を廃止したため、県内全域から進学が可能である。約9割の生徒が部活動に加入し、運動系ではインターハイ出場経験もある、ハンドボール部やバドミントン部などがある。演劇部は全国高等学校演劇大会第15回大会で最優秀賞を獲得している。ほぼ全員が、 進学希望であり4年生大学に進学する。JR 岐阜駅や名鉄岐阜駅から約 5km。岐阜バス、北高前停留所下車。内は、バッジの色。岐阜県が、県立高校の学校を廃止。全国で25都府県目スクール .gifu-net.ed.jp。ありがとうございます。